幹線で木屋町で紅白やるっていうものだからね、はい、去年ちなみに近いね、ね、なんでしょうね。うん、5年末先生、うちの若い子なんかどうぞ、うん、ああすごい頭だね。うん、聞いていくとなかなかね、はい、なんか飴でも隠してるんじゃない。よくね、飴は初めてね、鳥とか言われるんですけど。ああ、そう、そうなんです。ね、君はきっと伸びるよ。うん、ね、勢いがあるからね、頭の中で。ね、やっぱ木屋町で紅白やるって言ったらね、私どうしてもね、はい、参加しないといけないかなと。お衣装もあの紅白な感じ、うん、紅白バージョンでね、はい、去年の年末キャンセルしたから、ね、もうここにターゲットを合わせてきてる。恐縮でございます。あ、あのネットのニュースなんかですごく読みました。あ、もうね、はい、もうなんていうのかな、まあ、今回のね、まあ、このイベント的には、まあ、この間の、まあ、私 A ちゃん的なポジションで、でも A ちゃん超えてますから先生は。まあ、国民的というよりも宇宙的大歌手、まあね、はい、まあ、トントンぐらいかなって思ってるんですけど、そうです。まあそういうことでね、はい、まあ多分みんな知ってると思うんだけど。知ってます。知ってるよね。知ってます。え、先生のオリジナル知ってるよね。知ってないわけがない、うん、じゃあ、うん、私のあの濡れて木屋町めぐり合いちょっと歌ってみてくれる。あ、ご当地ソングですよね。これあれでしょうね、あの無茶ぶりってやつですよね。え、当然知ってるよね。あ、知ってます。じゃあ濡れて木屋町めぐり合い、さん、はい。ダメだね君は。ごめんなさい。じゃあね、まあ今日一曲みんなのために歌ってあげるから、まあ聴いててちょうだいな。さあ、みんなも当然知ってる曲、恋のギンギンパラダイス。さあ、じゃあドラムのお兄ちゃん行ってみようか。さあ皆さん手拍子を、1、2、3、はい。
恋のギンギン、恋のギンギン、また来週。